私健康診断行ってきたんですよ。その話していい？ここに結果をずっと話そうと思ってもらったの。あの1週間前に私健康診断行ってきて、1週間後来てくださいって言われたからきっかり取ってきた。いや初めて行く病院だったんだけど、あの受付行って、そしたら受付のお姉さんが、さんですか？あ、はい。あ、うのさんだ。あ、お待ちしてました。あれですよね、健康診断の結果ですよね。あ、なんで覚えられてるんだろうって思いながら、なんか覚えられてましたね。いやー、覚えられ、なんだろうね。看護師さんにすごい覚えられてて、もう美人だから嬉しかったんですけど、はい。めちゃくちゃ覚えられて。その時もでも看護師さんに服見られて、今日も素敵なシャツですねシャツまで覚えられてる、シャツまで覚えられて、あらあら、今日も素敵なシャツ。でも前回思い出すと、正直なんか変な、そうそう、フランスパンを持った変な生物の非常に個性的なリスナーさんからもらった服で行ったりしてたで、受け取りに行く日も花札のルール知らんのに花札のシャツでいた。まあ、どうやらなんか個性的な女として覚えられたみたいで、なんかシャツで判断されてましたね。今日もおしゃれですねって言われて、まあ、嬉しかったけど。あ、トゲピー、あ、トゲピーね、トゲピー確かにシワシワかも。なんか今度、いやでもそうね、あそこの看護師さん美人だったから、ちょ、来年も行くかな。来年はトゲピーでいいか。あ、それで結局看護師に、宇野夏樹さんですね、あの健康診断の結果出てるんですけど、うちの院長と話していきますかって言われて、え、院長とですか。はい、院長と話しますかこの後お時間ない感じですか。いや別に、正直めっちゃ暇なんです。あ、じゃあ話しましょうかって言われて、え、院長と検品話すのクソ怖いんだけどつって、院長となんか10分ぐらい待たされて、院長と話してきて、病院の院長で検品震えながら、うのさんっつって呼ばれて帰ってったら、めちゃくちゃ怖もての男がいて院長っていうガタイじゃないわけ怖い、すごい、なんかクマみたいな、なんか格闘技やってそうな、逆三角やったなあれ。うん、なんかこうやって座ってなんかこうやって座ってて帰りたいと思ってあ、怖かったですね、あの院長。そうそう、ちょっともう余命宣告もらうのかと思って、マジそう受け身も花札のマジでもうシワシワのシャツで行っちゃったの、受け取るだけだと思ってでも震えながら、あ、こんにちはあ、こんにちは、うのさんですか。はい、健康診断の結果出てますよ。まあそうですね、まあ数値的にはまあ白血球も、うん、5100、はいはいはい、赤血球481、はい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 、なんか急に笑い出して、めっちゃ笑うの髪見ながら笑われて、あれですね、うのさん、正直に申し上げますね、あの笑っちゃうほど健康です失敗させんの、お前なんで院長に通したの、なんで院長に院長に鼻で笑われて、鼻で笑、なんか一つぐらい言おうと思ったんですけど、健康っすねなんで院長のとこまで通されて、暇だったのかな、あれびっくりしちゃって、あれそう、ナンパかなマジよくわかんないんだけど、笑っちゃうほど健康ですって言われて、うんね、10分間もさ院長に会うために待ったのに、結局いやマジで健康で笑っちゃうぐらい言うことがないって言われて、何なのこれ。ありがとうございました。
とうございましたありがとうございました。ありがとう。